こんにちは、けみちるチャンネルのけみです。今回は僕が YouTube の概要欄に Amazon 欲しいものリストを載せているんですけれども、そちらから視聴者さんが僕に対してプレゼントを送ってくださったので、ご紹介の方させていただきたいと思います。いただいたプレゼント一つ目がこちらです。少し字が見にくいかもしれないんですけれども、スマホスタンド三脚です。僕はいつも YouTube の動画を撮るとき、スマホで撮っていて、その三脚があったら便利だろうなと思っていたんですけども、そこに Amazon 欲しいものリストから気づいてくださった視聴者さんが送ってくださいました。で、この送り主さんがですね、メッセージも添えてくださっていたので、合わせて紹介させていただきたいと思います。送り主様はママ怪獣さんで、毎日動画で繰り返し勉強させていただいたおかげで、危険物何から始めた40万円のおばさんでも、オッズ4合格できました。要点をまとめた分かりやすい解説、ありがとうございました。ママ怪獣よりといただいております。本当にありがとうございます。これから YouTube を撮影する際にですね、こちらの三脚を大事に大事に使っていきたいと思います。そして2つ目にいただいたプレゼントがこちらになります。ちょっと横向きになってしまうので見にくいかもしれないんですけども、モバイルホワイトボードをいただきました。ホワイトボードの中でも持ち運べるタイプになっているので、どういった動画を作ろうかというですね、案を練る際に活用させていただきたいと思います。動画の方でも撮影でですね、使用させていただくこともあるかと思いますので、本当に助かります。ありがとうございます。送ってくださった方は、先ほどと同じく、ママ怪獣さんが送ってくださってメッセージもいただいています。足りないくらいですが、感謝の気持ちを込めて送らせていただきます。これからも必要とされている方々のために寄り添った配信をしてくださること、陰ながら応援しています。メリークリスマス、ママ怪獣よりといただいております。本当にありがとうございます。早めのクリスマスプレゼントをいただいちゃいました。これをですね、活用して今後もより良い動画を皆様のために作っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にママ怪獣さん、ありがとうございます。以上で終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。